シエルです。自分への誕生日プレゼントを買いに行ってきました。ジバンシーで購入しました。私ジバンシーでお買い物するの初めてかな。あの自分用なんですけど、可愛くリボンつけていただきました。これちょっとちっちゃいからあれなんだけど、海外ドラマあるあるをここで一つ。プレゼントの開封シーンで子供も大人も激しく紙袋を破く、わっさわさわさわさってね、破く。今の伝わるかな？この梱包されてる紙袋の破き方が激しいのよ。ビリ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 って海外ドラマあるあるでした。私はじっくり開けていきたいと思います。うっすらとジバンシーの柄が入ってますね。こういうさ、テープをさ、綺麗にさ、できるだけ剥がしたいじゃん。とか言って、結構私の動画見てる方は、シエルさんって大雑把ですねって言うんだよね。こちら、アイシャドウのパレットです。ジバンシーのアイシャドウは、ル・ヌフジバンシー全5色7600円の、私は01番のカラーを購入しました。カラーはこんな感じです。発色がめちゃくちゃ綺麗で、とってもキラキラになります。9色あるのでね、いろんな組み合わせで楽しめるかなと思いました。定番な使いやすいカラーということだったので、こちらを選びました。アイシャドウを使う時にね、いつもね、筆が好きなんですよ。チップじゃなくて、筆が2本ついてるんですよ。カチャってはめると1本の長い筆としても使えるんですね。自分への誕生日にはアイシャドウパレットを購入しました。こんな高いアイシャドウ買ったの初めてです。はい、そしてね、父から送ってもらった誕生日プレゼントがこちらです。あのね、紙のバッグって書いてあったから、最初なんか紙袋みたいな想像してたんだけど、こちらです。ドン、オレンジがすっごい可愛いよね。なんか春っぽくて、これね、中がすごい可愛くて、これがこうなるんです。こう、ちょっとガチャガチャしちゃった。すごいシステムになってます。こちらを届いた時に思いました。私、トランプをここに収納できると思って、トランプのサイズに合うかはちょっとまだ分かんないけど、これにすごいお気に入りのトランプを入れたらめちゃくちゃ可愛くないですか。お父さんありがとう。バッグ、トランプ何個ぐらい入るかね。100個ぐらい入るかな。で、紙だからかそこまで重くなくって、そう、持ち運びがいい感じです。まあ、トランプがね、結構重いからね、しっかり入れたら重くなりそうなんですけどね。こちらね、トランプ収納した動画とかもね、撮れたらいいなと思ってます。母からね、手紙付きでね、お誕生日プレゼントが送られてきたんですけども、ハッピーひな祭りって書いてあります。あら、誕生日じゃないのか。誕生日の日に送られてきたから誕生日プレゼントかと思ったら、ハッピーひな祭りということです。ひな祭りのお菓子がめちゃくちゃ送られてきました。誕生日はもう過ぎた。ハッピーひな祭りね、嬉しいね。はい、で1個これね、紙袋に入ってるのがあるんで、じゃあこれで表すね、あの海外ドラマのあの開け方、プレゼントもらったよってなったら、もうこういう感じ、こういう感じ、このゴミを散らすみたいな、そういう開け方をするっていうのをさっき伝えたかったんですけど、まあ、ね、ゴミは後で拾います。そう、わかる？その周りの梱包の紙をこう激しくこう破くっていう。ちょっと中からお上品なの出てきました。こちらマロングラッセって書いてありますね。ハッピーひな祭りのこちらが三色あられヨーグルト味ふわぷにょマシュマロ。マシュマロです。マシュマロなかなか買う機会ないから。サクサク新食感コンペイトー、すっごい可愛いね。綺麗ですね。コンペイトーもなかなか買う機会がないので、ありがとうございます。マロングラッセです。めちゃくちゃおしゃれですね。あのね、マロングラッセを送ってきた理由としてはね、うちの母がマロングラッセが好きなんですよ。だからだと思います。パッケージが可愛くて私好みですね。こんな感じでいただきました。最近流行ってるあのボイス SNS クラブハウスで、あのね、まあ私がすごい好きなルームっていうお部屋があるんだけど、それがお笑いのお部屋なんだけど、この間ね、お笑いライブを見に行ったんだよね。クラブハウスでね、お話をしていたね、すっごい綺麗なお姉さんからね、お笑いのライブ会場で誕生日プレゼントもらっちゃったの。こちらのね、可愛いね、おやつをいただいちゃったの。メッセージもついてるの、シールちゃんへって。そう、すごい嬉しい。可愛い和菓子って感じ。新しい
い食感をお楽しみください。だってなんか不思議な食感っぽいね。夢猫という猫ちゃんのお菓子です。ピンクとね白がここに寝てます。もったいなくて食べれないけど食べます。最近本当にクラブハウスを通して知り合った方なんですけど、その方からお誕生日プレゼント用意してもらえたりしてすごく嬉しいです。ありがとうございます。宅配便でプレゼントが届きました。こちら私が欲しかった入浴剤です。バースという名前のものですね。最近長風呂するので欲しかった入浴剤なんですけども、こちら LINE のね欲しいものリストに入れてたらお仕事仲間が送ってくれました。ありがとうございます。炭酸入浴剤部門第1位ということですね。最近ねいろんな入浴剤を試したりとかね、気になってるものがいろいろあったので嬉しいです。お風呂タイムが楽しくなりそうです。プレゼントねたくさんもらえて幸せな1年になりそうです。今年のテーマはね可愛くいたいなという思いを込めてねアイシャドウを購入したんですけども、あとはねいろいろね誕生日プレゼントをもらったのでね引き続き頑張っていきたいなと思います。今回は誕生日プレゼントの開封動画でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。